日本埼玉県川口市東川口東川口は埼玉県川口市の町名。現行行政地名は東川口1丁目から東川口6丁目。郵便番号は333-0801。川口市北東部の戸塚地区にある町で、同市の最北端の町であり、埼玉市と草加市との境界を接している。町名の由来は、 1973年に町の南側に隣接する形で東川口駅が建設されたことでこの町は東川口駅の北口側の地域にあたる JR 東川口駅は戸塚に所在するが埼玉高速鉄道東川口駅は当地内になる町には綾瀬川や電宇川などの河川が通り平坦な地形である土地利用は住宅がほとんどで 町の東端には農地も存在する。鉄道駅にも近く、埼玉高速鉄道の開通により、東京への通勤時間の短縮化が実現し、一層の都市化が進行し、ベッドタウンとしての居住が増え、近年では人口が増える傾向にある。町を通る日光成海街道の一部である、埼玉県道105号の沿道では、歴史的な街並みが見られる場所もある。 住宅地の地下は2017年の工事地下によれば、東川口4の2の15の地点で22万6千円、平方メートルとなっている。東川口駅が建設される以前は、一本木、佐藤、平沼の3つの町に分かれていた。現在でもそれらの町の開館が、東川口に所在している。2018年3月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。